に来てくれたね。どう、調査兵団にはもう慣れた？そうか、それは何よりだ。ここ最近は壁外での任務の機会が増えているからね。空いた時間にみんなと仲良くなっておくことも大事だよ。メガネ、じゃあメガネでいきますか。いいんですか。大丈夫ですか。メガネ結構身長がちっちゃめですが大丈夫ですか。後であの身長とかも変えられますので大丈夫です。このキャラで進めていこうと思います。こっち、あ、声、あ、声、あ、声も選べるんですか。誰だろう。で再生は三角ボタンで、はい、じゃあちょっと声5出るとしよう。行く。こんな死に方か。声の種類がめちゃくちゃあります。終わり、ぶっ潰す。10個、はい、10種類、ね、ちっちゃ。あ、でもなんかすごい。左側にこう、はい、あのそうですね、大枠の種類とさらに、右側にあのその詳細部分がありますので、かなり細かく決められますよ。あ、おお、でここだと、おお、これ何センチぐらいなんだろう。誰と比べられればいいの。あ、すごいちっちゃい。ちっちゃい。これとこれですよ。あ、相当の差がありますよ。本当だね。腕も太くなるところですか。あ、すごい、ムキムキマン。ハリウッドかっていう髪髪の毛、髪の毛ですね。髪型と色ですね。髪型も下にずっとたくさんありますので、かなりありますよ。ほら、あ、コニー、コニーすごい奇抜な髪の毛もいる。ピクシース指令あ、ロケットが集まる。あ、女子っぽい髪型もできるんですね。何色好きですか。これはちょっと実際だったら二次元がある。そうそうそう、実際だったら黒髪が普通に好きなんですけど、3次元だったらベースの形を決めたら大きさとか角度とか位置とか、すごい、はい、まあ、こうしたら横 になるよ。こうこう、あ、なるほどなるほど。横でもすごい印象変わった。服も結構変えられる。あ、色々と、あ、エンブレルも変えれますよ。なるほど。着用してるか着用してないかも選べたり、シャツの色だったりとか、あとマントも、はい、つけ、まあ、あの着用、あ、着用すると、あ、してないのか、はい、今してないので、マントの、まあ、一番上の、はい、あ、すごい、アクセサリーもある、お花とかつけられるよお花がつけられるよ、みんな。あ、おいちょっとなんか舐めてんのかってなりますよね。レボさんみたいな感じで、こっちでイエスです。イエス、あ、舐めてますね。この名前を、この兵士、あ、はい、名前をね、これで、はい、で R2 2回、はい、あ、で、またオプションで終了と。オプション、はい、できました。もうかっこいい。できました。ここで丸ボタンを、はい、丸ボタンか、おー、出てました、はい、でですね、右の方にですね、あの、あ、手を握ってるマークがあるんですけれども、 あのキャラクターと交流すると交流イベントが発生しますので、はい、交流してみてください。じゃあエレンと、はい、あ、背高い、身長がすごい違う、見上げてるエレンが、エレンって言いそう。あ、すごい、見上げてる、かわいいかよあ、ジュニアって呼んでる、ジュニア、あ、あ、なんか強そう。強そう、いいね。意外と強くなりますね。あ、あるの仕方。油断していたら本当に死んでたかもしれない。何をやっていたんだ君たちは。かなり危険な訓練だったな。訓練なのに。お前は大丈夫か。ジュニアに見上げます。ここであのこういうあの選択が出まして、あ、まあ、正解というかこう、選んだところでその交流というか有効度が誰と有効度が上がるかっていうのが決まるというのがあります。これ絶対四角にしたら絶対エレン嫌うでしょうねもうやめたい。こんなところ上がりました。今そうです、上がりました。上がったの、はい、逆に、逆にこんなことが諦められるようなもんだったのか。あとは一緒に戦闘行った後に、まあ、一緒に戦った仲間とは当然有効度が上がってきますので、まあ、ここで遊ぶのもよしだし、戦闘を繰り返して有効で遊んでいくのもいいのかなと思います。